ベントの予感値。寄り道していく。妄想も復活したし、繁盛してるかなんてな。おかげさまですって喜んだらいけませんよね。ま、今だけは喜んどこうぜ。わお、萌ちゃん、もしかして隣は彼氏さん？違うよ。そんな力いっぱい否定しなくても。よかった、彼氏じゃなくて。やっぱり完璧メイドな萌ちゃんは付き合う人も完璧じゃないとね。なんか傷ついたけど。完璧ですか、萌？ごめんなさい。やっぱり気にしてるんだな、完璧でいることをさ。それはもう朝日様には隠し通せませんよね。この前もあんな姿見せちゃいましたし。それじゃどうしたらいいかな。私はね、かなみちゃんが思ってるほど完璧じゃないよ。失敗もする、後悔もする。人前に出たくない時だってあるんだよ。俺でよかったら話聞くよ。それぐらいしかしてあげられないけどさ。はい、ありがとうございます。あの、せっかくですし、メイドの妄想宮でお話ししませんか？え？別にいいけど。妄想宮に入るっち？おい。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。なあ、萌え。どうしてここなんだ？なんだかここでならお話できそうな気がしたんです。嘘偽りのない本当の私を。どういうことだ？やっぱり私は完璧なメイドなんかじゃありません。あ、知ってるよ。もう本当ですか？それじゃあ私がどれくらい完璧じゃないか知ってますか？それは冗談ですよって感じで、誰かをからかったりもします。どこにでもいる普通の女の子なんです。なんだよそれ。そうだ、もっと普通エピソードがあります。聞いてもらえますか？うん、なんだ。朝日様はどうして私がメイドを始めたと思いますか？ご主人様に喜んでもらいたいから。もうそんな完璧な理由じゃないですよ。ただ可愛い洋服が着たかった、可愛い場所で働ける、そんな普通の理由なんです。え、マジか。その反応です。だから私は完璧じゃないんです。完璧だと思われているのはメイドの鈴森萌え、そしてそれは私ではないんです。だからみんなが思う完璧な萌えなんてどこにも存在していないんです。だけど、だったらなんで、どうしてここまで完璧に振る舞えたんだ？きっと、ご主人様の期待を裏切るのが怖かったから。期待に応えるため、なんかじゃないんです。だから、完璧なメイドの萌えなんて、本当はどこにも存在していないんです。ご主人様の期待、そして、私の不安から生まれた妄想のようなものなんです。え？それじゃあ。私はもう本当の自分が分かりません。だから本当の自分を知りたいんです。この先に行けばその答えが見つかるかもしれないんですよね。だけど朝日様、奥へと連れて行ってください。私は萌えというメイドの本当を知りたいんです。ああ、分かった。扉を発見ち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。
敵を発見っち。逃げるなら今っち。扉を発…はっ、敵は4体っち。隙をつきまくれっち。楽に…あっ、これでやるだろ。楽勝。やるだろ、これでも。まだまだ。敵は4体っち。隙をつきまくれっち。かかってこ、これで、楽勝だ。ここを解放っち。今がチャンスっち。やるだろ、見とけよ。あと1体っち。まだまだ、ちゃんと終わらせろっち。扉を発見っち。ノック…敵を発見…敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。ラッシュ、終わりだ。終わったわ。もう一つ。敵がいる。敵が4体いるっち。早く頑張れっち。まだ終わったわ。足元に拾わないっち。やるだか。これでも。敵は4体っち。ボコボコにするっち。かかってこいよ。これでも楽勝。やるだろ。マジキル。楽勝。扉を進むっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。扉を進むっち。敵がいるっち。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。イマジンモード発動できるっち。敵がいるっち。負けるわけないっち。また引き戻したっち。もっと頑張れっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。着いたぞ、萌え。どうして、どうして何もないのでしょうか。つまり、これが現実ってことだよ。それじゃあ、本当の私なんてどこにもいないんですね。いや、それは違う。どうしてですか。やっぱり萌えは萌えなんだよ。え？萌えは萌えであって、萌えである。そして、完璧であって、完璧じゃない。確かにメイドの萌えという存在は妄想のように完璧な存在なのかもしれない。だけどそんな妄想みたいな萌えが生まれたのはずっと萌えが頑張ってきたからだ。期待を裏切るのは怖いかもしれない。だけど萌えは一度も裏切ったりしなかった。それってさ、簡単にできることなんかじゃないよ、アサヒさん。やっぱり萌えだから完璧なメイドの萌えが生まれたんだと思う。だからさ、大切にしてやってよ。メイドの萌えもきっと本当の自分なんだから。ありがとうございます。なんだか気持ちが晴れました。だけど無理だけはするなよ。俺の前でだったら完璧じゃなくていいからさ。普通の女の子でいいんだからな。もう何言ってるの。え、そういうの彼氏面って言うんだよ。え冗談です。早速普通の女の子になってみました。なんだよもう。この扉を進むっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。どうする。
敵は4体っち、隙を聞きまくれっち。やるなさ、頭だ。楽勝。あたしどうしたっち、一体が倒すのあるっち。いるっち、オイラは戦いたくねっち。はっ、敵を4体発見っち。さっさとやっつけろっち。やるだろ、楽勝。消えんやるだろ、解放っち。今が勝負っち。準備するよ、楽勝で。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。扉を突き破るっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。扉を突き破る。敵を発見っち。敵4体の基地っち。なんとか耐えるっち。やるなさ。まだどうしたらよ。どうしてないっち。敵がいる。敵を4体発見っち。さっさとやっつけろっち。3体目撃破っち。これぞ言う。まだまだ。敵を発見っち。逃げるなら今っち。扉を突き破るっち。敵がいるっち。どうするっち。これでも敵いっぱいっち。おいら飛ばしてくれ。隠れてるっち。まだやるだろ。倒しかけてみていっち。まだまだ行くわよ。扉を発見っち。ノッコ。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。ここ、懐かしいな。え、どうして。もう忘れちゃったの。14時に中央通りのホスマップ本店の横。はっ、僕が妄想に目覚めるまで毎日毎日待ちぼうけしてたんだよ。そういえば、水木っていつ妄想に気づいたんだ。きっと、リュウちゃんの妄想が壊れた時じゃないかな。この場所からね、見てたんだよ、朝日と咲ちゃんとリュウちゃんが一緒にいるのを。ってことは、つまり…うん、朝日のせいだよ。僕を着信拒否して楽しそうにしてるんだもん。ごめん。もういいよ。だっておかげで自警団のみんなに出会えたんだから。だからその時が自警団が生まれた瞬間だったんじゃないかな。そして、え、電話。誰からだ。知らない番号だ。はい、もしもし。はい、相原葉月は僕の姉です。はい、そうです。え、本当ですか。わかりました。はい、はい。葉月さんに何かあったのか。姉さんが倒れた。それで病院に搬送されたみたい。え、大丈夫なのか。たく、もう
姉さんってば。最後までわがままなんだから。わがまま。朝日、ついてきてもらえるかな。ちょっとだけ行きたい場所ができたんだ。妄想球って一丁入っとくっち。どうしてここなんだ。病院に行かなくてもいいのか。うん、大丈夫。今は寝てるみたいだから。だからってどうしてここに。まさか妄想が復活したから。うん、そうじゃないんだ。瑞希、行こう。朝日、姉さんが夢を見ている間に。妄想球に入るっち。オイラは留守番で。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せ。